トルシエジャパンにどうだった、場違いだなと思ってケータとかツーとかやり合わねえかなと思ってこれ見てあんな猛獣みたいな無理でしょ10年のワールドカップのメンバー発表緊張した無理だなっていうの気持ちもあってはい、今回もゲストに阿部裕樹さんにお越しいただいてます、今回は阿部さんのサッカー人生後半戦ということで、まず2007年に、ユース時代から在籍していたジェフから浦和レッズに移籍してくるんですけど、きっかけは何だったの？そのきっかけ、移籍を決断した、レッズ以外にもオファーはあったでしょ、見に行った、お、言える？名古屋 FC 東京浦和で、なんでレッズにしたの？まあ、ジェフに不満もあったわけじゃないし、何もないんだけども、このまま いていいのかな、いたら何も変わらないし、またこう1年間戦ってっていうのもあるし、その年の最初にオシムさんが協会の方に行かれたっていうのもあるんだけども、ジェフにいるよりは何かこうチャレンジ、どっか環境を変えてやることが自分にとったらいいのかなっていう考えに、なって、でなんでレッズなのかなっていうのは、最強チームだし、で行ったから出れるっていう保証もないわけだし、またゼロからアピールしなきゃいけない、出るために頑張んなきゃいけない、っていう風な状況に自分でしたかったのかなっていうのもあるし、でいつも思ったのは、浦和レッズの試合って本当に人が入るじゃない、サポーターのプレッシャーかかります、その中で浦和レッズの選手たちは毎試合、ほぼ毎試合、その状況でやってます試合を、で対戦相手はそういったサポーターとかの声援を黙らそうと思ってモチベーション高くしてやってきますと、でそれを毎試合やってるってことはすごいパワーが必要なんだなっていうのは思ってて、みんなはこういうのを経験してこう伸びていく、上に行くんだろうなっていうのは感じ取れたから、こういったチャンスがあるんだったら、そういった場に行って、もちろんね、出れる出れないのもちろんないけれども、そこでチャレンジするのが自分にとったらいいのかなっていうので移籍は決断した。そっか、もうさ、そのね、前の年に小野伸二さんが来て、2007年、阿部が来るのかともう同じポジションだから来るなよ本当にこれね、あのね、阿部が移籍決まったっていうのをメディアで見た瞬間に来るなって言ったもんね俺。でも来たら、強くなるし、2007年は ACL もね戦うっていうのもあって、でジェフとレッツでなんかこう初めて移籍して、戸惑いとか違ったところとか、すごいテンションなんだなっていうのは思ったよ。どういうこと？なんか毎日がオンとオフも含めてなるほどね、こういう感じの雰囲気がこう優勝するんだなっていうのは思った。エネルギーにね、すごかった、溢れてたよね、みんなね。で、負けちゃった後とかも、千葉の時だったら、結構へこんでこう引きずってるっていうのあるけど、浦和だと瞬間瞬間はみんなこう負けたからっていうあるけど、切り替えが早い。早い。いや早いと思う。すんごい早いんだと思う。逆に一人でこうなってたら、一人だけ取り残されちゃうんだなっていうのは思った。なんかそこも違いはあるかなっていうのは思った。レッズはどうだった？やりやすかった？ちょっとやりにくかった？サッカーは多少千葉とは全然違うからね。だからまずレッズのやり方にも慣れなきゃいけないし、千葉と同じことやったらダメな部分もあるんだろうなっていうのもあったし、なんか代表の時もさ、こう一緒にプレーして、その時は一緒にボランチ組むこともあれば、逆に阿部がセンターバックでね、ボンバーと組んだりとかもあったけど、実際に僕はどんなプレイヤーでした？ケータはね、普通だったらこう指示してこっちこっちとかあるんだけど、指示しなきゃって気づいた時には動いてくれてるし、全体を見てこう穴が開きそうなところに先に埋めてくれて、そこで大きな穴にならずに済むっていうのもあるし、よく見てこう、トゥーリオが上がったら残るのは普通のあれだけどさ、そのカバーをするっていうところで早いなと思うよね、その反応というか。その前にやっぱ潰してるところは潰してくれるし、で
一緒に組む人がほらオフェンシブだったらさ、うんうんうん、より前に行くからさ、そこのケイタの横っていうところはね空いちゃう、うん、けれどもカバーできる運動量と、うんうん、よくねおしむさん水運ぶっていう言い方もしてたし、それはまあぴったりだなっていうのは思うよね、うん、なんかあの時さ、うん、トゥーリオ真ん中にいて、うん、まあ、坪ちゃん、まあ、安倍、うん、まあ、長谷部自分、うん、すげえバランス取れてたよね。もう、まあ、だから前の方の人たちには自由にやってもらいたいし、まあ、ね、うん、っていうね、なんか、まあ、後ろから一人ねよく上がってくる方もいましたけどいらっしゃる、ね、いらっしゃるポジショントゥーリオっていうやつがいるからね。あったね、うん、でもね、初めてチャレンジした ACL で、うん、まあ、優勝して、あれ無敗なんだよね。無敗よね。引き分けはあったけども、だから予選がすごいきつかったじゃない。シドニーとかさ、シドニーきつかったね。シドニー強かったじゃん、うん、まあ、じゃあその第1回目の、うん、まあ、ACL 優勝して、うん、まあ、クラブワールドカップで、うん、まあ、ミランとかともやるじゃん、ね、強かったね。いやでもしびれたっていうか、これがすごい、まあ、こういう世界なんだなっていうのは思ったね。でもさ、カカとかさ、いやカカはやばかったね。半端なくやばかった、ね、カカは早い。あれだってもう全盛期でしょ、あの、うんうん、すごかったやっぱり。ケイタとガッツーとかやり合わねえかなと思って、俺もガッツガッツ行け行けと思って、いけいけ、あんな猛獣みたいな無理でしょいやいや俺思ったよ、監督にやるぐらいだからね。確かに確かに。いやそう、でもね、結局その1回目のワールドカップで3位になってね。そうなんです。でここからね先は、まあ、僕一番聞きたい日本代表のことについて話していきたいんですけど、うん、A 代表に選出されたのって一番最初いつ？キャンプはトルシエ監督かな。うん、トルシエジャパンに、トルシエジャパンイブスキーキャンプ行って、どうだった？場違いだなと思った。え、その時いくつ？2002年だから21だから21だね。21か、金髪確か映像は、うん、あるか写真見たけど金髪だった。トルシエどうだったの？イメージ的に怖いっていうかさ、うん、なんかこう選手に練習でガーンってぶつかったりっていうのを聞いてたし見てたから、うん、怖いのかなと思ってたけど、そこまで、うんうん、なんか違いみたいな感じだ。まあパススピードとかもうなんか必死にやるわけじゃない、うんうんうん、あ、まあ、必死じゃないんだなって、もうなんか普通に淡々とこの中でやるんだなっていうのは思った。普通にそういうプレーをするってことしちゃってるんだな他の人たちはっていう、だからよほどレベル高いんだなっていうのは思ったし、やっぱほらこう見てた選手たちがほとんどだからさ、うんうんうん、緊張だよね本当に。その次がジーコ。ジーコ監督ってどういう監督だったの？ある程度自由も与えてくれるし、まあ、サッカーの中で、うんうん、けどこうコンセプトっていうかこういう形っていうのは持ってたと思うんだけど、まあ中盤ね当時も海外組が強烈といえば強烈だったから、うんうん、比較的でも自由にやらせてもらってたのかなって思っちゃうけど指示としては、うん、で2010年のワールドカップを迎えるわけじゃない、うん、岡田さん、ちなみにこれはワールドカップに出た人みんなに聞いてるんだけど、うん、10年のワールドカップのメンバー発表、うん、どこで？家で練習後だったと思うんだけどな、うんうん、テレビをつけて、テレビつけてたような気がする。あ、うん、つけてたつけてた。で、その会見で初めて知るんだよね。知る。緊張した？いや、まあ、緊張するけど、あ、無理だなっていう気持ちもあって。無理だな。あ、絶対厳しいなって、あ、今回は多分選ばれないだろうなっていう思いの方が強かった。嘘。そう、ほんと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 。え、その時ってさ、その時あんまで正直試合そんな出てないし、呼ばれても、まあ、違うポジションもやったりもしてたし、うんうん、でじゃあいいプレーしてたかって言われたらそうではないし、だから正直厳しいなっていうのを思って、正直。え、じゃあ名前が会った瞬間っていうか読み上げられた瞬間ってびっくりしたの？いや、びっくりしたね。え、奥さんと見てた？いやー、一人だったと思うんだよね確か。そう、うん、いたかな一緒に。なんで覚えてないの大事な場面だよ、人生の場面でも。そこの大事な場面だよ。今ほら両方言っとかないとさ、なんでやろみたいな岡田監督って安倍から見るとどういう監督なの？
まあ、自分の考えを持ってらっしゃる監督であって、うん、けれど、まあ、こうって決めてても最後にこうなんだろうな違うなと思ったらそれでもこう勇気持ってチェンジできたりだとか、まあ、発言にもまあ説得力っていうかね納得できる部分があったし、うん、でこう日本のサッカーはこうだっていうのはねずっと言ってたから、うん、なんか怖かったりするのかなとも思ったけど、うん、ああもうサッカー好きな監督だなっていうのは思ったでもさその、ね、一番聞きたかったところなんだけど、うん、そのワールドカップの試合直前にあのアンカーってか向こう行ってからあ向こう行ってからあの事前キャンプ、うん、なんか試しってこう練習試合も一試合だけあって、うん、それでなんかピンときたっていうのは言ってたかなそれでこれでやっていこうっていうのは言ってた。それさあのフォーメーションで行くってなった時、うん、これチームとしてさこうガラッと変わったわけじゃん。うまくいってなかったんだよねその前ねあんまり、ね、国内の試合で負けて負けてだったんで、うん、で韓国に負けて、うん、出発。雰囲気どうだったのその時チームっていうのは嫌だったけどね。でも期間はまだ少しあったのとまあどっかキャンプ挟んでやれるっていうのはまだ良かったのかなって。なんか選手の中での話し合いとかもあったの。なんか選手同士みんな集まって話したのは覚えてるね、うん、まあトゥーリオはね、まあ、とりあえず下手くそなんだから走ってやんなきゃいけないんだよっていうのは言ったよね。まあそれでまあある程度割り切るじゃないけどね、うんうん、まあ結果も出てなかったし、うん、まずねしっかり泥臭くやっていくことが、うん、大事だねっていうのはそれで確かミーティング終わった。大体みんなこう発言してたのは覚えてるけど、うんうんうん、じゃあ試合の時には、うん、そういうこう変な空気感はなくいけたの。本番カメルーン戦も初戦カメルーン戦もそうだね。ある程度こうそういうとその通りな感じになったかな。先まあ取れて、うん、いい入りといえばいい入りだったかな。じゃあ結構試合終わって勝った後ってロッカーの空気はまあ良かった。まあ勝てばね。そうだよね、うん、ワールドカップで一勝だもんね、うん、で次オランダ戦を迎えるわけじゃない、うん、どうだったのやってみて。いや強かったね。やっぱりタレントもいたし、うんけどじゃあ勝てないかって言われたら、うん、そうでもなかったと思うし、うんうんうん、まあ負けて残念だったなっていうのはでも一つのこのシュートが入っちゃったっていうのを考えるとやっぱそういったところの勝負強さというか、うんうん、それは感じた試合ではあったかな。で最後デンマーク、デンマーク、うん、ここで勝てばもう突破が決まるっていう試合だもんね、うん、フリーキック2発だっけ。そう入ってやっととケイスケケイス、うん、でもそれでさ、突破するわけじゃん、うん、でね、アンカーのポジションで一番気をつけてたことをちょっと聞きたいんだけど、ね、やるにあたって、うん、岡田さんが一回話してくれたことがあって、うん、あの映像を見て、うん、まあこのポジションにいてくれると安心するというか、まあ、こう振られたとしても、まあ、戻ってきて、うん、いた方がこうバランスがいいっていうのはまあ、その時はもうアンカーに変えてたから、うんまあ、説明してくれて、だから役割としては結構もうシンプルで分かりやすかったから、うん、だからまあそれ以上特別なことはまずせずにまずこれをやろうっていうのはあったから、うん、プレッシャーなく、まあそう監督と話したのが、まあ、ある程度はできたかなっていうのはあったか、うんうん、もちろんその今までアンカーなんていうポジションはやったことないしさ、うんうん本当だったけどこう説明してたのでこ うまくすんなりできたのかなっていうのは、うん、でもあれねその評価としてすごい守備的だなみたいなこと言われてたけど、うん、あれはもうマッチしたもんね。まあでもああしないと勝てなかったのかな、うんうん、でカメルーンはえっと行った、うん、オランダはスナイデルとかファンベルシー、ロッペン、ロッペンもいたと思う、うん、一番やばかったやつだ。なんかクセモノっぽいなっていうのはトマソンだったね。やっぱり経験があってなんか動きがつかみづらい感じがあったから、なんか他の人はよく、まあ、見たこともあるしある程度プレー、どういうプレーするのかっていうのは、まあ、分かるから、うん、けどなんかトマソンはちょっとつかみづらい感じのいやらしい感じの選手だった、ね、でまあ日本中がね、うん、注目した
ベスト8をかけたパラグアイ戦、チームの状況は良かったでしょう？いや、良かったね、けれど、うん、ま、もうパラグアイに勝てたら確かに、ね、スペインなん次が、うん、スペインが勝ち上がってくるだろうっていうので、うんうんうん、確かにね、パラグアイに勝てばスペインと当たれるっていうのは覚えてる。パラグアイ戦は難しいね。どうだったの？やっぱりさ、日本のペースだなとは思ってたわけよ。けど、まあ、どちらかというと似てるようなチーム、ちょっと守備カウンターでね、うんうん、パラグアイもどちらかというとね、うん、守備からっていう硬いイメージがあるから、うんうん、まあ、似てるチームが戦った分、まあ、チャンスらしいチャンス、まあ、お互いなかったかなとも思うし、まあ、どっちに転んでもっていう、っていう感じで、まあ、結局 PK になっちゃったなっていうのは、うんうん、いやでも、あの南アフリカ大会、うん、日本代表のね、まあ、MVP って言っても過言ではないぐらいの活躍したと思うんですけど、南アフリカワールドカップ戦って、うん、こう振り返ってこう感じたことみたいなのあります？まあ、もちろんその個のところ、この、守備でも攻撃のところでも上げていかないとダメなんだろうなと思ったし、まあ、日本の良さであるこの組織的に戦っていくところはさらに伸ばせればいいかなっていうのと、うん、けどまあそれだけだとやっぱりね、どうしても世界と戦っていくためには厳しいなって、やっぱこのところで一人で止められるぐらいの対人だったりっていうところは感じたんですよね。だから、まあ、その後ね、移籍するってことになったんですけど、そういう部分が感じたいなって、課題だなっていうふうに思ったから、うん、あのところは。そう。で、そのワールドカップ後に、うん、まあ、レスターに、はい、うん、移籍。2社の印象ってあったか？一回やってみたいな、うまくね、なってくっていうのも分かるから。いつまでプレーするの？片手は片手じゃない、指導者の方に行きたいなっていうのは個人的には思ってて。